ちは、富士天王戦現住広報担当の玉井です。今日はレシート抽選会について説明しようと思います。2018年の1月からですね、お年玉企画ということで、当店で使っていただいたレシートを応募していただいたら、まあ、応募って言っても、まあ、箱にペッて入れるだけですけど、していただいたらキャッシュバック、もしくはなんかお食事券とか当たるお年玉企画ね、それの抽選会が2月11日からあります。5時からですね。なんで、ぜひ、ね、その応募したという方は、店頭に、来ていただいて確認、していただきたいと思います。当然ね、この日だけじゃなくて、掲示しているので、それを見て、交換していただきたいと思います。2月11日から、3月10日までですね、引き換え期間だから、これだけちょっとお見逃しがないようにね、1ヶ月間、だけどそれ過ぎて、後からあのお年玉実は当たってないけどってやると、ちょっとこの3月とか、過ぎたら、引き換えができないと。大変お得な企画なんでね、ぜひ当たってるかもしれないということで、一度は当店に足運んでいただきたいと思います。失礼します。